えー、9月19日の相場解説になります。朝6時22分ですね。えー、これ、日足を見ているところなんですけども、日足で注目するのはあ2点です。1つはですね、えー、大きな下げのトレンドになっているということ。これが1つですね。もう1つはセカンダリートレンド。その中でも今は上昇の中にいるということですよね。陽線ばっかり出てますよね。で、この陽線がどこまで出るかっていうと、 こういう風なところまで、1 8円の940まであたりまで行くんではないかなという風うに考えております。まあ当然ですけども、ここに力点が2つあるからですよね。これよりも上に行ってないわけですから、ここで止まるんではないかなという風うに思うわけなんですよ。ですからまだ、買いで攻めていいよってことですよね。で、昨日の時点では横ばいに入ったよってことなんで、これはチャンスだという風うにお話したと思います。えー、と、横ばいに入ったということは、ブレイクの直前ですからね。 力が溜まっていて。で、どっちにブレイクするかということで、これ4時間なんですけども、上の方にブレイクするのか、下の方にブレイクするのかっていうふうな状態が訪れますけども、やっぱりね、まだね、上昇というね、波に入ってますから、うーん、まあ、買いでいいのかなと。108円の940まではね、買いでいけばいいんじゃないかなというところです。で、今この4時間足では、セカンダリトレンド、買いの波の方に入ってますよね。だからもう、ずっと前から、 動画で言ってますけども、タイトルに書いてますけど買い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 でデヘたら買いでヘト買いで取れと。もうとにかくね、ロスカットクラムで買いで取ればいいんですよ。で、これは買いで取れているのかなというところですね、ここ。で、気がつくと、ちょっとここにブレイクポイントできてますよね。一、うん、1時間でちょっと見てみましょうか。えっ、ー、と、1時間。うん。こんな感じになってますよね。で、ちょっとね、振り返ってみましょう。この図覚えてますかね。 こうなると思って取っといたやつなんですけども、ここどこに注目していただきたいかというと、ここですよ、もう間違いなく。これ、ね。この力点を突破したら、突破したらね、上昇しますよってことが書いてあるんですよ、これ。そういうふうに解説をしたと思いますけども。で、1時間見てみましょうか。これが現時点でのチャートですけども、 こういうふうな力点を越えてここが取れているんではなかろうかと思いますけどもまあ深夜だったんでね寝てますよね。ということで取れていないと結果取れていないということなんですけどねうんだからこのひげをちょっとね振り返ってみるとああ上に伸びようとして伸びた瞬間に刈られてるんだなというふうに考えた時にやっぱりねこの 売り圧力がなくなれば、ここの抵抗を突き破って、ここの抵抗を突き破ってね、ぐんと伸びるときがあるんだなというふうには考えられるんですよ。で、今、えー、と陰線を出しているんですけども、それでもやっぱり陰線がひげを出して上の方に伸びていようとしているのかなってところが見て取れますよね。はい、じゃあ15分をちょっと見てみましょうか、15分、えー。これリアルタイムチャートです。15分見てみましょう。ボン。ねえ。 これをどう考えるかですよね。大きな陽線が入った後、陰線が入って、また陽線が入ったと思ったら陰線が入ってという形になってます。こういうふうにね。サンドイッチみたいに陰線と陽線が入り乱れて、 上の方に行って、そっからサンバガラス出して、でもヒゲを出して食いとどまってますよね。これがだからね、えっ、ー、と、押し目を作ってるところですから、もう一発上昇するなと思うところで、108円の940までは買いで、えー、とにかく取っていこうかなと思います。必ずロスカットをかけてくださいね。まあ今日の解説はそんなところでございます。今日は分かりやすいと思いますけども、いかがだったでしょうか。